こんにちは、ゆうです。今日も無課金赤全部でハロウィンガチャ引いていきたいと思います。まずはね、火属性担当の柴犬丸からいっていきたいと思います。まずね、無料から引いていきたいと思います。このアカウントでね、欲しいのはですね、ハロウィンスウォーとアルファ&オメガ持ってるんですよ。で、稲姫欲しいでしょ。はい、稲姫、そこら辺が欲しいです。はい、ではハロウィンガチャ早速引いていきましょうか。5つあるんでね、アカウントが各属性、火、水、光、5属性で引いていきたいと思います。じゃあこれ開催記念ですね。無料からね、全然ダイヤ出てくると思う。全然寝てないですね。あー、ミザリーやったっけ？ミザリーですね。武器どんなんやろ？はい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 。これは、貴族制アカウントでいきそうですね。じゃあ、これはクリア報酬記念。3連のやつですね。はい。闇属性のね、アカウント。マジか。え、マジか。おー、そっちかー。いや、でもね、着せ替えがね、ゲットできたんでね。はい、OK です。武器は？いや、これ結構いいっすね。回復持ってくれるし。はい。おっむせた。おー、マジか。マジか、いいリア出た。いいリア出たよ。いやー、これはね、ちょっとね、交換には出せないかな。はい。はい、先にね、交換所見てみましょうか。はい、なんとね、交換できちゃうんすよね、1、2、3、4。イーリアを出せばね、でもイーリアはね、さすがにこの武器がね、強いんでね。武器が強いんで、こっちですね、こっちの武器をね、ちょっとね、これは変えれないかな。ということで、ガチャ引いていきたいと思います。ユーザー情報、購入履歴、無料配布分28個です。モンハンが来るっていうことでね、あんま使えないんですけど、でもね、僕たちのガンホーさんならね、11月にまた石100個ね、配布してくださるんじゃないかなと思っておりますので、もう全突破でいきたいと思います。はい。いや、じゃあ5連はね、さすがに無課金アカウントでね、そう、できないんで。はい。いやー、ヴァンパイアロードね、武器強くなったんかな。あー、なるほど。いやー、あと4回。スローが欲しいんですよね。よし。あー。きえー。ね。はい。鼻かい。はい。あー、金出ちゃったか。いやー、これのね、前にね、ショート動画が上がってると思うんですけど、いやーね。皆さんぜひチェックしてみてください。あ、マジかー。渋ない、無料の方が良くない？さらしていきましょう。ハロウィンスを欲しいよ。あー。はい。ということで、結果見ていきましょうか。入手。はい。はい、こんな感じですね。結構コロシアムもあったりしてたんでね。はい。こんな感じでございます。いや、イーリアがね、無料から出るなんてね。じゃあ、交換所見ていきましょう。はい、こんだけですね。チャコルをね、持ってたんでね、進化させました。このアカウント。チャコルを持ったんで、進化させました。
やー、イーリアをね、イーリアをね、どうしようかな、どうしようかな。これ光属性縛りで欲しかったな。スオをね、持っときたいんでね、やっぱりね、季節系、これ、ね、パズラ本編のキャラはね、もう、いつ強化されるかわからないんで、もう持っときたい気持ちはあるんですけど、とりあえずね、今回これ交換させてください。また交換の時は動画にさせていただきます。はい、これですね、エルフリーデを交換させていただきたいと思います。あ、これも交換してんかったんか。まあ、これはまた後々考えよう。はい、エルフリーデ。はい。いらっしゃい。ませーん。はい。OK。よし。エルフリーデ、ゲットです。まあ、非属性縛りなんでね。はい、そこら辺は。非属性のキャラを選んでいきたいと思います。スーパーゴッドですよね。引けなかったんでね。はい、それでは次は水属性のデブさん、いきたいと思います。はい、デブさん、やってまいりました。無課金水属性縛りデブさんですね。はい、デブさんのはですね、ハロウィンのね、キャラが、水属性がね、ティーチとベルドっていうので、そんな気合い入れて石回収とかしておりません。もう無料だけ引ければいいなと思っております。はい、じゃあ開催記念ハロウィンガチャ引いていきたいと思います。もしかしてこれも5連でなんかおまけもらえたんか。あ、5連で引いた方が良かったんかな、柴犬丸。え？マジで？そこ来ちゃう？あー、そっからも動くんやね。はい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 。いやー、これね、ちょっとね、闇属性縛り長老でね、欲しいキャラが多すぎてね。はい、じゃあ、クリア報酬3連ですね。はい。ダイヤ、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 おっと。デブさんもね、これ、ハロウィンガチャ初めてなんでね。はい。おお、はい、あれだね。はい。はい、じゃあ、結果見ていきましょうか。はい、こちらとなっております。龍ね。ムーラみたいにアルラウネでした。石はね、さすがにもう使って引かないでおこうかなと思っております。あー、最後に三両引けばよかったな。デブさんも。はい、それでは次は、貴族性縛り、ゆうちゃん、行きたいと思います。はい、無課金、貴族性縛り、ゆうちゃん、やってまいりました。これはね、もう、ちょっとハロウィンね、ハロウィンじゃなくて、アルジキティで、百式のダンジョンをね、クリアして、宝石をまたゲットしようかなと思ってるんで、その時はまた動画にしますね。貴族性のキャラはですね、そんなにいないんですよね。この属性も。だからね、これももう無料だけにしたいと思います。はい。では、無料ガチャ、引いていきましょうか。ハロウィンガチャ、回す。ミザリー欲しいですね。これやったら銀でいいかな？金でいいかな？あー、ウンディーネですね。はい。ウンディーネの武器は？はい、こんな感じか。はい。じゃあ、ハロウィン。ダンジョンクリア報酬ですね。3年いきたいと思います。お！おおお！全部ダイヤ。え、マジで、マジで、マジで。このアカウントで。おー、なるほど。これは確か。いや、いいっすね。木の泥鏡もついてるんで。いやー、これは当たりいいっすね。お。はいはいはい。ハロウィン。カリンちゃんですね。あ、デブさんもこれ引けばよかったかな。一個だけ。はい。はい、では。ね、その前に、モンスター交換所の。はい、こちらですね、ミリーを交換したいと思います。はい、ミリーですね。はい、もう、これしかね、もう、貴族性縛りアカウントで、ミリー交換せんで、どうすんねんっていう話なんで、はい、交換していきたいと思います。はい、では、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。はい。
では結果見ていきましょう。はい、こんな感じでございますね。ウンディーネ、オメガ、アルファ&オメガ、カリン、なんだっけアルラーネに、ミリーちゃん交換しました。はい、それではこの動画上がってる時にも上がってると思うんですけど、光属性、縛り、カワウソ、また石貯めたんで、そちらもどうぞ。はい、無課金、光属性縛り、カワウソ、やっていきましょうか。はい、なんだって、サーバーから一番ランクが高くなっちゃいましたね、これ。ハロウィンじゃなくて、サンリオキティの、シャレニキティのおかげで。はい、ただメール来ておりますね。はい、クリア報酬の方先来てるな。さあ、開催記念ハロウィンガチャ引いていきましょうか。これもハロウィンガチャ引いていきましょうか。これはですね、もうソニアグラン、コットン、イーリアと、もう欲しいキャラがたくさんおります。たくさんあります。でね、交換所でね、はい、コットンがね、なんと交換できるということで、コットン交換しようかなと思うんですけど、まあ、イーリアもね、イーリア交換したいんですけどね。それぐらいかな。あとは、ソニアグランですね。これもね、デイトナがね、強化されたんでね、デイトナ強化されたんで、100式のところとクリアができるかなと思って、まあ、とりあえずこのガチャ引いていきましょうか。前置きが長くなりますね。開催記念から。はい。はい、ルトヒア。あー、なるほど。一応ダイヤは出ると、いった感じですね。じゃあ、クリア報酬引いていきましょう。回す。はい。はい、はい、はい、ナイス。あー、止まらんか。止まらんねー。止まれ。止まれ、あー。はい、それでは、一回だけね、ご覧関とも引いていきたいと思います。購入履歴、無料配布分、5個でございます。はい、それでは、これ一発で、イーリアかなんか、フェス交換できるやつ、ちょうだい。まあ、しゃあないな。じゃあね、モンスターを交換したいと思います。はい、ハロウィンコットンですね。ハロウィンコットンはね、もうデイトナーにはね、もう、うってつけの無効貫通キャラなんでね、はい、2ターンの間、ダメージ交換貫通ということで、はい、こちらを交換していきたいと思います。はい。はい。はい、ありがとうございます。これでね、また、100式クリアして、コットンついて100式クリアして、また、ハロウィン引きたいと思います。では、入手順見ていきましょう。はい、ショートをね、ショート動画ご覧になってくださった方、お別れかと思うんですが、サンリオね、忘れ物を取りに行ったのに、石だけなくなるっていうね。はい。まあ、こんな感じです。はい。それでは、次。今回のね、もう、今回めちゃめちゃ大目玉である、闇属性が大量にいるんでね、ちょろ、ちょっと気合い入れて引いていきたいと思います。はい。無課金闇属性縛り、ちょろ、やっていきたいと思います。で、これもね、もう全部クリアしておりまして、魔法石が22個ありますね。22個。全部突っ込みたいと思います、これも。はい、開催記念ハロウィンガチャ引いていきましょう。はい。あー、こっちは金か。あー、これでミザリーデンのね、なんで貴族性の縛りの方で出てくれないんかな。はい、じゃあ開催記念ハロウィンガチャいきます。あ、クリア報酬か。おおおー、マジか。え、何がチャコル欲しい、チャコル欲しい。あー、竜ねね、全然オッケーよ。全然オッケーよ。これはね、貴重なんでね、本当に。7、6マスになるでしょ。しかも武器も強いし。いやー、いいっすね。闇のね、2A キャラが出てきた時に。いいっすね。おー、そうか。これ終わっちゃうか。さあ、ちょっと先にモンスター交換所をお見せしますね。
はい、あの、チャコルがね、弾が全然いなくてね、あの、スオーはね、逆にね、あの、非属性芝居の芝居の丸で交換できなかったのに、交換できるっていうね、もう、ちょっとよくわからん状態になってるんです。実はもう、これもベルダンディも欲しいし、ね、そこら辺をじゃあね、交換じゃなくてガチャ引いていきたいと思います。はい、ユーザー情報、この履歴、これを配布分、22個でございます。はい、じゃあ引いていきましょう。年齢も欲しいな。4回で何本出るかな。はい、よし。いやー、止まらんか。アルナーネはいい。はい、頼む、止まってくれ。よし、頼む。いやー、またライダーか。いやー、まあね、ライダーいいか。まあね、ライラシステムは4タイター作れるんか。はい。じゃあ、あと2回。ほんま、チャコルのためだけに、ハロウィンまで、いやー、これも闇属性なんでいいでしょう。武器もね、まあ、悪くないし、闇属性縛りやったら。じゃあ、ラストですね。はい。出そう。もう石回収できるなんじゃないよ。よし、頼む。いやー、マジかー。ちょっとハロウィンチャコルマジで欲しいな。はい、ちょっとこっちの方でかりんちゃんは使っていこうと思います。はいはい、それでは交換状を見ていきましょうか。はい、変わりないですね。ちょっと何か交換できるものがないか、ちょっと見ていきます。はい。何もいませんでした。本当に。じゃあこれ、グラント。いやー、ちょっとね、無理ですね。これは、ちょっと。チャコル、欲しいなー。軽減、常時軽減欲しいなー。ちょっとねー、これはねー。そうは、弾。マドゥも欲しいんですよね。いや、これはリベンジかな。はい、そこで交換したいモンスターがもう一体いるんですよ。はい、これですね。はい、サギリをね、交換していきたいと思います。まあね、闇属性アカウントなんでね、ここで交換せんといつ交換すんねんって話ですよ。はい、気に入り。じゃあ、結果見ていきましょう。はい、こちらでございますね。結果がこんな感じです。ミザリーから始まり、リュウネじゃなくて、はい、リュエル。はい、こんな感じです。さあ、レア度高いなんてえんかったな。いやー、今回全然あかんかったな。芝居丸の、イリアだけでしたね。あの、めぼしいところは。はい、そんな感じで、はい、各属性の無課金で、属性縛りのアカウントで引いてみました。はい。もしね、この動画が良かったよって方いらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。めちゃくちゃ励みになります。はい。あとはね、90円でメンバーシップやらせていただいております。そちらもね、ぜひぜひ振るってご参加ください。めちゃくちゃ嬉しいです。はい。それでは皆さん、長い間、お付き合いありがとうございました。本当に皆さんもお疲れ様でした。それではまた次回お会いしましょう。ゼロチャレンジもね、頑張って動画出したいと思ってるので、そちらもよろしくお願いします。それでは、バイバイ。